どうもこんにちは、タムジョーと申します。よろしくお願いします。でやっていきましょう。今日なんですけれどもね、こちらちょっと見てもらいたいんですけれども、なんと東洋大学さんにやってきておりますということで、こちらはね、あの東洋大学さんの川越キャンパスのこの合宿所でございます。はい、まあ、寮ですね。寮ですね、はい。まあ、去年もね、あの東洋大学さん取材させてもらって、去年は合宿の方に密着させてもらったんですけれども、はい、今日はなんと学校練習に密着させていただけるということで、はい、こちらやってきました。いや、昨年ね、まさか静岡の方で合宿を行われましたけれども、はい、そちらの練習に参加させていただくっていうだけでも、そうですよ、相当貴重な機会だったと思うんですけれども、かなり反響ありましたもんね、はい、今回なんとこちらね、いつも選手が走ってるあのグラウンドですよ、はい、学内に今、はい、来させていただいてるということで。そうなんですよね。これはすごいことなんじゃないですか。いや、めちゃめちゃすごいことですよ。はい、はい。で、今日なんですけれども、まあ、東洋大学さんの1日密着ということで、まあ、もう近々ね、出雲駅伝があるということで、その出雲駅伝前の練習に今日は参加させてもらうんですけれども、それだけじゃなくて、なんと練習終わった後にこう食事の風景っていうのも撮らせていただけるということで、まあ、東洋大学さんすごい食事もこだわっててっていう感じで、ちょっとびっくりしたんですけど、なんと僕の分も食事用意してくださってるみたいで、すごいよね。はい、なのでそこで僕も食べて感想も言うんですけど、はい、それ選手に話聞いたりだとかっていう形でちょっとやっていきたいなと思ってます。はい、まあ、練習だけでなくね、はい、もう学内練習、学内での生活、食事も全て今回映させていただきますので、もう最初から最後まで、ね、はい、やらせていただくということで、まあ、間もなく選手やってくるんですけれども、ちょっと待って、まあ、酒井監督の後で挨拶してという形で、練習風景を撮らせていただきたいと思います。いきます。それでは早速やっていきましょう。タムジョー YouTube。 昨年の夏合宿に引き続き、今年は出雲駅伝前の学内練習に参加させていただきます。練習だけでなく、寮での生活や東洋大学陸上競技部さんが特にこだわっている食事の部分も取材させていただきます。さらに酒井監督に加えて、出雲駅伝前の選手数名にもインタビューさせていただきますので、合わせてご覧ください。ぜひ貴重な映像になりますので、最後までお楽しみください。それではどうぞ。さあ、今ですね、こちらで監督と栄養士さんが食事のミーティングをしてるみたいで、これ毎週してるみたいなんですけど、ちょっとそこ僕入っても OK ということなので、特別に入らせていただきます。すごいことよ。はい。そうそう。あ、こんにちは。あ、失礼いたします。タムジョーと申します。酒井監督、いらっしゃいます。あ、待ってください。あ、ちょっと今ミーティング中なんですけれども。あ、いいですか、僕も。あ、ここ入ってます。ありがとうございます。失礼します。します。あ、お世話になっております。本日ありがとうございます。すごい楽しみです。食事もすごいいただけるということで、すごい楽しみです。お願いします。今日は特別メニューというか、普段の食事も美味しいんですけど、はい、はい、ちょっとアスリート向けの食事で、月に何回か出してる食事なんですが、正月メニューです。お正月メニューですか。正月。正月。正月じゃない。正月はこれ切れなかった。正月、正月。正月で。ああ、なるほど。いや、すごい楽しみです。はい、ぜひ。正月っていうのはどういうものなんですか。そうです、発酵食品と、あと食物繊維とオリゴ糖を合わせて取って、はい、腸内環境を改善していこうという。あ、はい、全てのメニューに、はい、発酵食品と食物繊維とオリゴ糖が入っている形になっているメニューを月に1回提供させていただいてます。あ、じゃあその月に1回のものをいただけるっていうことですね。そうです。 ありがとうございます。こうやってメニューをいつも出していただいて、うわ、細かく、そうなんです、ここにみんなですよ、いろいろカージーの、あ、意見出し合ってってことですか。ぜひ今日は実食してください。あ、実食で意見をよろしく。ありがとうございます。いただきます。こんにちは。
こんにちは。はい、それではね、今日これから練習を開始しますが、連絡してたようにね、今日はスペシャルゲストです、玉城くんです。あ、皆さん、こんにちは。去年に引き続きの方もいれば、初めましての方もいらっしゃると思うんですけど、またこうやって皆さんと一緒に今日練習できて嬉しいです。今日は出雲前の大事な練習だと思うんですけど、僕も出雲以外の方もいると思うんですけど、すごい大事な練習だと思うんで、僕もちょっと皆さんの素晴らしさを伝えられるように頑張ります。であと今日食事も一緒に食べていけるということで、なんか新仲間に入れてもらえたら嬉しいです。本日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、練習に関してですがね、説明してたように、駅伝用と、あと今日のみの練習、あと週末の試合に向けたものとね、分かれます。練習それで確認してますので、それでスタート時間5時30分、で考えています。それで準備をしていきましょう。はい、じゃあ行きましょう。お願いします。坂井監督、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は学校練習ということで、すごいなんか大学内にこう施設がすごい整ってるっていう風なお話聞いたんですけれども、はい、どういう施設があるんですか？はい、東洋大学の大きな特徴として、はい、陸上競技場の目の前に、はい、寮があります。そうですね、寮が目の前っていうのが、はい、すごい新鮮というか、なんか素晴らしいですね。はい、川越キャンパスの中に、はい、体育会の寮がありまして、野球部、ラグビー部も同じように敷地内にあるんですけども、はい、ここの寮は短距離と長距離部員が住んでます。はい、でクラブハウスの上にこう住むというような発想でして、で1階が主に食堂やトレーニングルームが2つ、そして監督室、応接室が、はい、あります。で最大の特徴としてはやっぱりこう近いので、こちらでどうぞフィジカルをしっかりやってからウォーミングアップもそうですね。あ、すごい、なんかでかく東洋大学に書いてあるなんかでかいものがありますね。でこれが計算としてになります。東洋大学でかく書いてますね。中もいいですか？失礼します。うわっ、すごっ。こんな感じで、はい、あ、テレビも。そうですね、これ、まあ、映像を見たり箱根駅伝の画像を見たり、あ、はい、それしながらこうトレーニングをします。モチベーションをこう上げてイメージトレーニングして、はい、この施設が寮の中にもあって、しかも陸上競技場の目の前に寮もあるっていうことで、すごい環境が整ってます。そうですね、はい、トラックの練習からすぐね、マシンを使った練習や、はい、いろんな多様性ができるので非常に、はい、良い環境です。いやー、すごいですね。今度ぜひこちらもぜひ使ってください。使用させてもらえたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。ここは同じようにフィジカルでもマシンではない自重トレーニングを使う場所に使ってます。すごいな。でこれは高酸素、高酸素リカバリー、そうですね、リカバリーに使います。あ、リカバリーなんですね。あ、トレーニングではなく体を回復させるためのやつです。あ、陸上競技場の目の前にクラブハウスや寮があることから、練習前後ですぐにマシンを使ったトレーニングやリカバリーができることが選手たちにとってとても恵まれた環境になります。陸上選手からすると、朝起きて目の前に陸上競技場があるのはとてもありがたいことで、すぐにジョグやトレーニングに移ることができるのも強さの秘訣の一つです。それでは練習を見ていきましょう。今日はどれぐらいの強度ですか、自分的には？そうですね、自分は結構最近スピード全然やってなかったので、ああ、結構、まあ、スピード的にはちょっときついかなっていうイメージです。
まあ3割ぐらいの感じですか。あ、ではないです。あ、そうそう。まあ本番は駅伝ですもんね。はい、そうです。じゃあ今日よろしくお願いします。お願いします。岡田選手、まだ、こんにちは。一流の後輩の岡田選手です。前回の合宿はいなかったですもんね。そうですね、はい。今回は出雲駅伝メンバー入られたということで、はい、今日は高校ぶりに YouTube ですよ。そうですね、はい、あ、まあ久々なんで。久々なんて感じで、はい、調子はいい感じですか。まあ調子はまあ昨年に比べてはいい感じで、うん、まあ上がってきてるなって、うん、はい。中村先生は見てると思うんで、そうです、いい姿見せられるように、はい、お互い頑張りましょう。はい、お願いします。メンタル壊れて、だからさ、仲間たちがいいと思って、LINE したらさ、一応寄ってたらさ、あっちに行ってない。そうですね。行きますでしょ。行きますでしょ。セイさんは何かますか。何が言うことですか。僕も全力しそうな。僕も全力しそうな。チェンジ。行きますか。はい、じゃあ練習ごとになってます。はい、じゃあ担当者サポートの方、はい、600-400 の、タイム自分行って、動画藤宮が行います。で、16000+400×5本の方を、タイム中谷の動画馬場が行います。で、山形ハーフ組の、+2000の方を、タイム真宙さん、動画康介が行います。で、給水は他の、サポート組とかなので、受け取ったり、渡したりお願いします。状態上です。はい、競歩短距離もいますがね、そして声かけ合って頑張っていきましょう。はい、はい、はい、じゃあ始めましょう。お願いします。お願いします。いきまーす、よーい、こっ。63秒行こう。松山前行けよ、前。できるできる、準備できるぞ。さあ全員でやろう、全員で、はい、できてるよ全員で。さあ、はい、一本、あと一本。はい、このセット集中しよう。はい、はい、さあ、やはりね、トップの方の選手は余裕がありますね。はい、ラスト200、ラスト200。絞りすぎて間違いない。春やってきたんやったから、うん、ごめん、もう一回。さあ、俺はシスですね。リカバリーをします。ちょっとやばかった。すごいいただきました。接種すべ、めっちゃ冷たい。リカバリーね。みんな強い。熊崎選手はもう率先して声かけしてましたね。一番声出てました、はい。応援隊長ですか。いや、あ、実は団長かもしれない。団長、やっぱりでもあの4年生のもう引っ張る意地というか覚悟というか、4年生として。去年は前田君とか柏君とかいて、結構まあ優秀な4年生いましたけど、今年の4年生はどうですか。今年の4年生はあの負けじと、負けじと、なんかすごい雰囲気も良くて、まあすごい声かけされてて、その声かけされた人はやっぱ絶対つこうっていう気持ちも見られたんで、すごいいい練習だったかなと僕的には思いました。じゃあこの後のご飯もたくさん声かけお願いします。はい、ありがとうございます。
どうでした今日やってみて。いやみんなやっぱさすがだね、はい、まあ出雲メンバーとかはやっぱり意識もめちゃめちゃ高いと思うからこれできないと駅伝外れちゃうっていう気持ちがすごいあるからさすがに離れられないと思うんですけど、でもやっぱ余裕のある選手は声かけて後ろの選手もやってて、チームが底上げされれば上も強くなるんで、すごいいい雰囲気だったかなと思いますね、はい。一回一回追い込んでくぞ、はい、悔しさを力から、はいはい、はい、ごめんなさい、声かけありがとうな、はい、のまだしっかりこの後長岡、はい、さん、さあ、練習が全部終わったかな。あの、出雲メンバー以外も今終えて、折らせして飲んで、それ以外は、まあ帰って食事があるんで、ね、この後食事の準備っていう感じですね。ちょっと酒井監督に、まあ、出雲前のこう練習ということで、今日の、まあ、練習の出来っていうか、監督からどう見てるのかってちょっとね、お聞きしたいなと思います。はい、ということで、はい、酒井監督に来ていただきました。本日ありがとうございました。ありがとうございました。いや本当に学校の練習にまさか参加できると思ってなかったので、本日呼んでいただきありがとうございます。どうでしたか。あー、もうなんかやっぱ出雲前ということで、うん、すごい選手たちのなんか覇気というか、うん、もう戦ってやるぞっていう気持ちがすごい伝わってきたんで、うん、あとやっぱ離れそうな選手に対して、うん、あの余裕のある選手に声をかけたり、うん、チームの雰囲気もすごいいいなっていうふうに思いました、うん。はい、酒井監督的にはこう去年のチームと比べて、うん、今年のチームはどうですかね。そうですね、はい、今回出雲駅伝はフレッシュなメンバー、初めて出場することが多くて。ああ、そうなんですね。はい、ただ昨年の駅伝シーズンは悔しさの残るシーズンだったので、はい、まあ、悔しさを力に強い鉄痕を取り戻そうと、そういうテーマでね、はい、はい、学生ですやってます。ああ、いや本当すごい雰囲気も良かったので、うん、まあ、これから三大駅伝始まると思うんですけど、はい、本当に応援させていただきます。ありがとうございます。ぜひまたよろしくお願いします。あ、視聴者の皆さんもすごい楽しみにしてると思うんで、はい、皆さん応援お願いします。はい、強い鉄コン戻しますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。タムジョー YouTube。 さあ、寮の中入ったんですけど もう入ってすぐですね、こちら大風呂優勝東洋大学って書いてあり、こちらの TU だるまさんがいらっしゃいます。お、その1秒を削り出すって書いてありますね。すごいですね。そしてこちらに旗があってからのすごい量のだるまさん、そしてこれなんだろう、あ、総合優勝、すげえ、総合優勝のでっかい盾がありますね。そしてその下にはたすきがめちゃめちゃありますね。さあ下にも、お、優勝箱根往復大学駅伝競争優勝、すげえ。じゃあ歴代のたすきがここにあるんですかね、うん。はい、一番下こちらオール優勝だったり、え、これってまさかゴールテープじゃないですかこれ。うわ、すっごゴールテープですね。すげえ、ちょっと数えきれないぐらい多くありますね。すごい、なかなか見れない貴重な機会です。すっげえ。はい、ということでね、今から夕食に行きたいと思います。はい、どうやらものすごく豪華というか、まあ、先ほど酒井監督も話されてましたけれども、うん、まあ、腸活メニューというかね。そうですね、はい、腸活メニューで、そういうのはなんか珍しいですよね、うんうん、ちょっとどんな感じなのかっていうのを、あんだけ栄養士さんがね、立ち会って、うん、ご飯についての会議をしてらっしゃったので、相当食事には力を入れられてるんだなって。そうっすよね、その力を入れて食事を今ちょっと体験しに行きたいと思います。行きましょう。ここです。ということで食堂にやってまいりました。あ、書いてありますね、腸活ということで、タンパク質強化メニュー、タンパク質 70g もあるということで、70ですよ、相当っすね。
失礼します。お疲れ様です。さあ、皆さん召し上がってるということで、今日食堂ですね。いい感じで。ちょっとインタビューよろしいですか。大丈夫です。お疲れ様です。お、今日腸活メニューということで、はい、今日のメニューじゃちょっと紹介していただいてもよろしいですか。はい、ちょっと無茶ぶりすぎます。いや、もうまだ全部残ってるんで。いやでもキムチがサラダ入ってたりとか、おあとはこのソースにもなんか麹が使われたりとか、あとこのミロとかも普通のミロじゃなくて甘酒が入ってて、甘酒、はい、珍しいですね、はい、あの乳酸菌かなかな、うん、結構ボリュームありますね。そうですね、はい、さっきのあの練習の時のこのキリッとした雰囲気とは違って皆さん結構笑顔というかオンとオフは結構意識されてらっしゃるんですか。そうですね、今年は特にあのコミュニケーションとかを、まあ、食事の時とか、まあ、お風呂のジャスとかを取ろうっていうのを意識してて、でなんか結構、まあ、練習の時と生活の部分のメリハリっていう部分を結構意識してやってる部分。なるほどなるほど。いや本当に雰囲気がめちゃくちゃ良くてね、松山選手もじゃあすいません、ありがとうございます。さあ、去年も網本選手ニヤニヤしてましたけど、はい、今年は今年は大丈夫ですか。そう、去年あの同じ卓でしたよね、ご飯食べてからがってましたよね。いやでもなんか去年に比べてもうかなりたくましくなったというか勇ましい感じでしたね。はい、練習見てて、はい、さあということでやってきました。ちょっと全部取っちゃったんですけど、こちらがメニューですね。ここに書いてあるんですけど、腸活ということで腸内環境を良好にっていう感じですね。さあこれね、あの自分にこう取って、はい、でご飯の量もさっきね、自分で言うんですけど、はい、僕 250g、 250g、 はい、ご飯いただきまして 200g、 ご飯の量はで自分の好きな量でいいみたいなんで、でも結構おかずが多いからね、お腹いっぱいになりそうですね、はい、いやすごいっすね。やっぱあのさっき本当に酒井監督とこう毎日食事について話されてるらしくて、各選手がどういう量を食べたとか、なんかこれが好き嫌いあったとか、そういうのも話してるらしくて、徹底してますよね。はい、いただきます。じゃあいただきます、はい、ちょっとじゃあ食レポ。マジ？あの東洋大学はあのね、ご飯が美味しいというか学食めちゃくちゃ美味しくて。いやそうですよね、はい、こだわってるけど学食ではないけど。いただきます。かなりね、全然違う。いやライスは一緒やろ。フォークソテーとか食べろ。なんか腸活すごい腸にめっちゃいい。全然伝わんねえ。すごい反応しました。真面目な話、その、はい、あの味のついてるものの食レポ、どれがいいですか。フォークソテーちょっと気になりますね。フォークソテー、これ、はい、これはだってうまいもんね。しっかり頼むよ。いただきます。またよ。うん、めっちゃ柔らかい。あ、柔らかい、うん、味付けとかはどうなの。結構なんかそんな濃くなくないですか、これ。なんか濃いとやっぱなんか塩分多くなっちゃうから、そこはちゃんと計算されてる。そうっすよね、塩分とかも全部計算されてるんですね。どう変えたんだろうね。うん、計算されてる管理栄養士、まあ、専属の管理栄養士さんがいて、うん、その方たちが作ってくださってるメニュー。いや、マジで味は美味しいんだけど、濃すぎないっていう、めっちゃちょうどいいですね。顔似てますか。似てます。似てます。ちょっと似てるかもしれない。顔似てるらしい。嬉しい。嬉しい。嬉しい。本当。なんかいやいや来てなかったのに。大丈夫。さすが。いただきます。これ、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 
甘酒すごい好きで、甘酒入りミロなんで鉄分になってくる。あ、鉄分、はい、ありがとうございます。いっぱいあります。あ、じゃあいっぱい飲みます。村上選手、今年北海道マラソン5位でしたけど、まあ今年のその箱根とか出雲とか全日本に向けて意気込みとかはありますか？はい、そうですね、まあ最終学年としてやっぱりチームに貢献できる走りをしたいなと思います。うん、昨年より村上選手頭角を現してますけれども、北海道マラソン暑くなかったですか？めちゃくちゃ暑かったです。なんか暑いって噂で。でも暑いの好きですか？いや、もともと得意じゃなかったんですけど、ここでしっかりとそういう暑熱対策とか学んだ結果かなっていう。素晴らしいですね。まあ、箱根はちょっと涼しいですね。ごめんなさい、寒いぐらい。寒いぐらいね。こんばんは。こんばんは。お二人がすごいみんなからすごい喋るって聞いたんで、ちょっとインタビューしようかなと思って来ました。はい、お疲れ様です。どうですか今日のご飯は？あ、そうですね、今日もすごく美味しくてお腹が温まります。すごく美味しくてお腹が溜まる？温まります。あ、温まる、温まる、はい、あ、よかったです、よかったです。好きなメニューとかあるんですか？そうですね、あんまりちょっと喋んない、ちょっと苦手系ですか？いや、そんなことない。あ、そんなことですか、はい、好きなメニューは特に？あ、そうですね、まあカレーが一番、今日は。あ、カレー夜出るんですか？はい、ここのはちょっと辛めなんですけど。あ、そうなんですか。いいですね。ちょっとじゃあ今度あの出た時教えてください。あ、はい、あ、おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お、もうほぼ食べ終わりましたね。そうですね、もう美味しすぎてご飯完食しちゃいました。おー、ありがとうございます。今日何グラム食べたんですか？250です。おー、一緒っすね。どうですか今日の腸活メニューはどうですか？いや、やっぱいつも美味しいんですけど、腸活メニューもちゃんと栄養を考えられてるんで。おお、美味しいです。好きなメニューありますか？は天津飯が。おお、人気っすね。さっきも。本当ですか？天津飯好きって言ってたんで。結構みんな天津飯大好き。夜出るんですか？はい。すごっ。じゃあ今度、あ、食べ行きますね。はい、お願いします。ありがとうございます。あ、じゃあ、お疲れです。すいません、食べてる途中。あ、大丈夫です。いい感じで。みんなに好きなメニュー聞いてるんですけど、好きなメニューありますか？白米が。白米かい。毎日好きなんで。じゃあ、あ、そうなんだ。おかずが好き。あ、そうだよね、白米大事だもんね。はい、じゃあちょっと白米をおかずにおかずを食べてる。あ、逆なんだ、はい、白米おかずにしてんだ。あ、そうなんだね。いいこと知りました。ありがとうございます。じゃあ今度白米出たらまた教えてください。あ、毎日です。あ、毎日か。あ、お疲れ様です。オフの日の過ごし方聞いてて、なんかすごいカメラ撮るの好きで、一人で江ノ島行ったりしてるみたいな。合ってますか？合ってます。合ってます。で、なんか一人で、あれカラオケ行ってるんだっけ？カラオケ一人でも行きますし、飲み物を一緒に行ったり。みんなで、はい、まず完食ということで。さあ、メインはね、完食しました。どうでしたか、これ、まあ、一食食べてみて。めっちゃ美味しかったですね。でも結構量多くて、でもやっぱなんか長い距離走るとか箱根とかだったら、やっぱカロリーとかエネルギーすごい使うんで、すごい食べないと強くなれないっていうのがあるんですよ。だからご飯食べれるやつが強いみたいな感じあるんで、すごい量多い方が力も発揮できるんじゃないかなと思いますね。うん、やっぱ食事すごい管理ってめっちゃむずいと思うんですけど、そこを徹底できたら体の中も変わるんで、そういう内面的にも変えていくのが強いチームなのかなと思いましたね。すごい美味しかった、はい、さあ、ということでご飯いただいたんですけど、ちょっと帰ろうかなと思ったんですよ。そしたらこのトレーニングルームで皆さんなんかケアされてて、ちょっとそのケアの風景をちょっとお見せしたいなということで、ちょっと入ってみましょう。失礼いたします。あ、全然いつも通りの感じで。さあ、ここはトレーニングルームということで、なんか皆さんケアストレッチとかやってますね。急に静かになっちゃう。急に静かになっちゃう。皆さんこうご飯食べたら毎回こう集合してるんですか？いや、集合なんですか？自主的に。自主的に。おお、すごいですね、意識皆さん高いですね。え、それ何ですかそれ？これは超音波。あ、超音波、
じゃあちょっとマックスにしてい絶対だ、あ、ダメだそうっすよね、やられちゃいますやられちゃいますそうそう、じゃあまあペアマッサージとかね、あのストレッチとかたりとかいろんな、まあ、まあ、リラックス目的で体のケアする。この棒はなんか持っといた方がいいんですか？これはちょっと教えた方がバランス取ってるんですか？そうですね、この棒が結構大事なんです。この棒大事なんですね。この棒が肝なんです。あ、そうなんですね。あんまなんか使ってるように見えないですけど、いや、この棒が肝。あ、棒が大事。はい、これが大事。ああ、ちょっと覚えておきます、はい、あ、ちゃんと実践した方がいいです。あ、実践しますね。それぞれのやり方がありますね。お疲れ様です。ストレッチ何分ぐらいやるんですか、みんな？だいたい30分とか。30分、まあ、人によりきりですけど。あ、 な、 なるほど、はい、消灯時間何時ぐらいなんですか？一応店舗が9時半です、ね、あ、そうなんですね、はい、で今、8時20分なんで、あと1時間ちょいですね。意外と、じゃあまあもうちょっとしてみんな上がる感じですね。そうです、はい、なるほど。じゃあゆっくりしていってください。はい、失礼します。皆さん、このケア終わったら何するんですか？ケア終わったら、はい、でももう睡眠で割と寝る準備とかですね。テスト前とかだったら勉強とかしないといけないですけど、はい、勉強、はい、勉強もされてるんですね。そうですね、勉強見たことない、見たことないって言われて、勉強してから勉強、勉強なんかそういうキャラ作っちゃって勉強っすね。そうです。じゃあちょっと確かに単位単位落としたらね、まずいからね、はい、そうですね、単位をしっかり取って。お、さすがっす。はい、じゃあ勉強も頑張ってください、はい、ありがとうございます。タムジョー YouTube 似てる。視聴者の皆さん似てるかどうかですよ。ちょっとコメント欄でぜひ見ていただけたら嬉しいです。お願いします。すいません、貴重な時間を皆さんありがとうございます。ありがとうございました。楽しい時間でした。あの、本当動画も出雲前ぐらいに上がると思うんで、楽しみに見ていただけたらと思います。あと1年生とかちょっとまだ登録してない方はちょっといたらぜひぜひ全員登録お願いします。はい、はい、皆さんおやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またご飯食べに行きます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。また元気で。ありがとうございました。また来ます。お疲れ様でした。失礼します。はい、ということでね、学内練習密着終了しました。すごい貴重な経験で、やっぱもう本当大学生に戻ったような気分を味わえて、本当に幸せな時間でした。はい。まさかご飯も用意してくださってるとは思ってなかったんで、すごい、皆さんも本当にいろいろなね、お話もしてくれたし、すごいめちゃめちゃ楽しかったです。自分が思ったのは、はい、やっぱりこういう強豪校っていうのは全てが規律して厳しいイメージがあったんですけど、うん、練習の時はやっぱりすごいもうバチッと、ね、バチッとやるんですけど、逆にその練習が終わった段階のこういう食事だったりとか、はい、みんなでこう、まあ、なんかケアする時間とかっていうのは、うん、まあ結構なんかね、先輩後輩関係なく話し合ったりとかしてて、うん、すごい雰囲気がいいなっていうふうに思いました。まあ、こういうふうにね、ね、去年は合宿でしたけれども、今年はこう学校の練習、あと学校のこう中にこう、ね、取材やらせてもらって、もうめちゃめちゃ貴重な機会だったので、本当にこう呼んでくださってすごい感謝ですね。なので僕自身も、まあ、直近で出雲駅でありますけど、もう出雲駅でも全力応援して、あとは全日本箱根っていう風に続くんで、ぜひ皆さんもね、東洋大学さんの応援ぜひしていただけたら嬉しいです。お願いします。はい、ということで本日は東洋大学さんの学内練習の密着でした。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。次回もよろしく。バイビー。皆さん見てくれてありがとう、ありがとう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。